テムプラは、フィアットが製造、販売していた自動車である。1990年、レガータの後継車種として発表された。4ドアノッチバックセダン、ステーションワゴンのほかブラジルでは2ドアクーペ型も販売された。フィアットティーポと共通の開発プロジェクト、ティーポに3から生まれた車で、ランチアデドラやアルファロメオ155などが姉妹車である。エンジンは、 排気量1.4リットルと1.6リットル4、気筒再一 c 1.8リットルと2.0リットルで、4気筒 DOHC のガソリンエンジンと、1.9リットル、4気筒 DOHC ターボ、2.0リットルで4、気筒再一 c のディーゼルエンジン。これらを FF 方式で駆動した。サスペンションは、前輪がマクファーソンストラット、後輪がセミトレーリングアームで、 前後とも、コイルスプリング。デザインについては、外装は、すべてのボディタイプを、イタリアのデザイン会社アイで、映画、内装は、フィアットチェン・トロスティーレがそれぞれ担当した。生産はイタリアで1997年まで、ブラジルでは1998年まで行われた。後継は1996年登場のマレアである。フィアットアルファロメオモータースジャパンにより、 1992年から1993年までセダン 2.0ISX の1グレードのみが輸入された。日本導入車は排気量2.0リットル4気筒 DOHC のガソリンエンジンで最高出力 110PS、最大トルク 16.2kgM、トランスミッションは4速 AT という仕様であった。ありがとうございます。